直接民主主義、または直接民主制とは、構成員が代表者などを介さずに、所属する共同体の意思決定に直接参加し、その意思を反映させる政治制度、または思想である。対比概念は、間接民主主義、または代表民主主義である。直接民主制の原理は、イニシアティブ、リコール、レファレンダムの3つの要素の集合である。現在、 ほとんどすべての国が間接民主制を採用しているが、多くは一部に直接民主制を併用している。直接民主制を重視している国にはスイスがある。スイスグラールス州のランツゲマインで2014年。直接民主制の起源は、起源前800年頃の古代ギリシアの民主主義政治である。政治参加資格のある自由市民が直接議論して決定し、 役職は抽選で選出された。主な利点には、有権者全員参加のため、公開性が高く、自治意識に貢献し、最新の住民意思が直接反映でき、正当性が高い。反面、主な難点として、全員が集合し議論する時間、場所、費用などの負担、専門的分野での知識経験の不足、個々の時点で相反する決定をするなど継続性への不安。 いわゆるポピュリズムに陥る懸念などがある。この他には、共和制ローマにおける民会が実例として挙げられる。17世紀から都市国家の伝統を持つスイスでは、スイス連邦議会の決議や国民が作成した法案について、国民自らがイニシアチブを行使し、レファレンダムによって、その是非を決する参政権が広く浸透している。イニシアチブは、議題の内容を問わず、 年間500件以上行われている。また、地方自治における直接民主制は26州のうち2つの州で行われている。18世紀にジャンジャックルソーは直接参加型民主主義のみを真の民主主義と考えた。マックス・ウェーバーは近代国家は官僚制などの機能集団により議会制は形外化していると主張した。カール・シュミットは 民主主義の本質は人民の同一性と考えて多様性を進めて同一性の障害物となる議会性を補う制度として国民発案と国民評決を主張した。19世紀中期の主にヨーロッパ諸国では間接民主主義である議会性を採用し重要な決定に限り国民投票や住民投票など直接民主主義を併用した政治と制度が 用いられるようになった。なお、リビアに、かつて存在した、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国は、直接民主性を評判し、議会や政府を持たなかったが、実質的には、独裁国家であったと、解釈されている。また国家や地方自治の制度ではないが、デモ活動などの直接的人行為も抗議には直接、民主主義の一部とされることもある。日本においては、 憲法改正には国民投票が必要である。また、地方自治においては、地方自治法第94条及び第95条による規定により、町村総会の設置が認められている。かつて八条小島にあった、うつき村では1955年に八条村と合併するまで、村議会が置かれずに直接民主制による尊敬が行われていた。また、 旧制度の町村制の施行下における神奈川県足柄下郡足の湯村の事例で村議会が置かれずに直接民主制による村勢が行われていた。21世紀に入り過疎化による人口減、高齢化の進んだ自治体の中には議員のなり手がおらず議会の維持が困難といった事情から議会を解散して町村総会の設置を検討する動きもある。 古代アテナイで採用されたように民主主義の原点であり議会選挙など最初の段階で直接民主制の正当性に依存する間接民主制と比較してその決定には高い正当性が得られる制度の構造が単純で国民の数が非常に少なくても運用できるまた選挙制度などで制度が歪められる余地が少ない賛否が分かれる議案では 直接民主制では50%以上の支持を得た案が採用される。しかし、間接民主制では50%以上の支持を得た人間が選挙で議員となり、議会では議員の50%以上の支持を得た案が採用されるため、理論的には1、4程度の意見が全体の意思決定ともなり得る。また直接民主制では各時点の 各課題への民意が直接に反映される。しかし、間接民主主義では、選挙時の公約などと、当選後の議会での審議や、議決の間には、状況の変化などの時間差があり、また当選後に意見を変更することが可能である。さらに、間接民主主義では、適切な知識や見識を持った人物が選出される、ことが期待されているが、住民は、 選挙時以外は政策に触れる機会が減少し、議員は専門家、専業家、世襲家、特権階級化してエリート主義と化す結果、住民との乖離が拡大し高級化する可能性も存在するが、直接民主主義では住民が当事者意識や主権者意識を持続させやすい。スイスは伝統的に直接民主主義を重視している。 国政レベルだけでも年に3から4回の国民投票が実施されており、さらに各州の住民投票が存在する。なおスイスは周囲を大国に囲まれた衛星中立国及び国民海兵であり、都市国家の歴史的伝統を受け継ぎ、自主独立の意識が高い。共同体の地域や住民が増加すると、全員が一箇所に集まり議論することには限界がある。ただし、 自治自体を国、州、都市、村などのように階層化し、役割分担を整理することで緩和は可能である。またマスメディアやインターネット技術などがこの問題を軽減できるとの主張もある。さらに、沢田善太郎はで、社会系約論において、ジャンジャックルソーは人民が十分に情報を持って審議するとき、もし市民がお互いに意思を少しも伝え合わないなら、 わずかの総意がたくさん集まって、常に一般意思が結果し、その決議は常に良いものであるであろうと述べていたこと。コンドルセの売信定理が、このルソーの主張に沿って構築されていることを指摘しており、構成員同士の議論が制限されることは、むしろ長所であると、ルソーやニコラド・コンドルセは考えていた。結果が二分されて混乱が続く、政党や議員のような調整役がいないこともあり、 多数の意見が出て収束しない、政策の継続性が確保できない、などの懸念も存在する。ただしこれらは、民主主義自体の課題であり、間接民主主義でも運用によっては、同様に発生し得る課題でもある。またジェームス・マディソンが指摘したように、間接民主制に比べいわゆる、数の暴力が抑制されにくいという問題点がある。ありがとうございます。